完全に洗脳させとる金プリ6人時代を異例の地上波放送も拭えない事務所への不信感。時をかけるえげつねえぞひらの使用地上波に出てるレビュー当時の映像を着てるえぐいってれキ金プリ6人時代が地上波で放送、忖度の雪解けか、長瀬恋24と高橋海人24の二人ユニットとなったキングプリンス以下。 キンプリが今月26日放送の時をかける富士テレビ系に出演した。キンプリは5月22日に平野市二26、神宮寺裕太25、岸優太27が脱退。平野、神宮寺は同日付で退所し、岸も予定していた仕事を終える秋に退所予定だ。 キンプリと同じくメンバーが減っていった過去がある時をだけに、長瀬と高橋に対し、鋭く切れ込みつつも、優しいフォローが番組では際立った。番組開始すぐに、進行の国分大地48が、大丈夫ですか全員、お揃いですかと心配そうに問うと、長瀬が、大丈夫ですよ、揃ってます、と苦笑い。 松岡正宏、46、がわざとらしく、えと驚き、かつていた3人のメンバーを探すようにあたりを見渡した。それに対し長瀬は、あのもう二人になってるんで、これで始めていただいて、と突っ込むように返すと、松岡は、俺たちも人のこと言えないんだよ。時代とンプリ二つグループ合わせて11人いたんだよ。と笑いをとっていた。 かつては時を、城島知れる国分大地松岡正弘、長瀬智也山口達也、キングプリンス、長瀬恋高橋海と岸士太平野市洋神宮寺雄大和橋玄樹を合わせ11人いたが、現在、時を派3人、金プリは2人となりテロップには2グループ合わせて6人間、と表記もされた。 複数人のメンバー離脱という共通点があったから金ヶ瀬さんは国分さんに電話で相談し励まされていたそうです。また、高橋さんは松岡さんに多くの事務所メンバーが集まる食事会に呼んばれ、先輩たちの前で大号泣してしまったことを明かしていました。松岡さんは号泣する高橋さんについてはじめは、 いろいろあるんだろうな、と思っていたのが、いつまでも泣き続ける高橋さんに対し、3時間半経った頃には、いい加減にしろいつまで泣いてんだ、帰れバカやろう、と笑いまじりに怒鳴ったようです。テレビ編集者団、高橋は、先輩たちに囲まれて、頑張れ頑張れって言われて熱くなっちゃって、と自身が泣き上手であるが、ゆえの号泣だったと弁明した。 その後、二人と時を振り返るにあたり、2018年1月放送の VTR が流された。当時ジャニーズ JR で金プリとしてデビュー直前のミスター・キング、平野、長瀬、高橋、と、プリンス、岩橋、岸、神宮寺が6人で同番組に出演していたのだ。映像には、6人時代の貴重映像、と銘打たれ、前列にミスター・キング、 後列にプリンスが並んでトークする様子が放送された。その映像を見ながら、キンプリの二人が脱退したメンバーの名前を口にすることはなかったが、映像にはミスター・キング・平野の仕プリンス・ジング・ル・ジー・ユータなど直筆と思われる名札がそれぞれの胸元に映っていた。岩橋が反応もネットでは賛否、事務所の思惑放送後。 キンプリ一一目の脱退者である岩橋は、ツイッター、うつつ、X、で、時をかけるさん、ありがとうございます。僕の大切な記憶や思い出を残してくれて放送してくれることに心から感謝しています。改めて、大切な仲間とテレビ越しに映る自分を見ると、なんだか涙が出てきます。とつづった。平野。 神宮寺、騎士からの反応はないが、自分たちの金プリ時代の映像が地上波で放送されたことは嬉しいと思っているのではないだろうか。ネット上では、今でも6人を応援しているファンから、えつつつと気をかけるでミスターキングとプリンス時代流せるんすご、ミスターキング平野紫仕様の名札をつけた仕様くんの映像が流れた。 デビュー前だけどよく一緒に活動してたミスター・キングとプリンス。彼らは出会った時点で運命なんだね。こうやって普通に6人時代の映像流れるのいいな、ミスター・キング時代懐かしいそれぞれが映像使用許可出してるんだもんね。と驚きと喜びの声が上がる一方で、これ感動とか言ってる、人完全に洗脳させとる。 事務所は寄り添って、連海、長瀬と高橋を大事に二人として支援します。てか、ないです。こんな茶番。戸べで新たに頑張っている二人平野と神宮寺に、このタイミングでこの話を放送する必要ある。岸くんも解除して数年経った後でよくね。と、脱退組のファンからは辛辣、辛辣な声も上がった。とはいえ、 ジャニーズでは解除したメンバーの取り合いについて厳しいことで知られる。時代だけでなく、スマップ、ニュース、キャトタンなどの過去映像がテレビで使用される際には、不自然に脱退メンバーが消され、現役メンバーのみが映ることも珍しくはない。 それゆえに、キンプリから3人が脱退して、間もなく6人時代の映像があっさり流れたことに驚きを隠せないと話すのは、スポーツ新聞記者だ。平野さんと陣十字さんは元ジャニーズ副社長の滝沢秀明、死41が設立した戸部に合流したと発表されたばかり。 とべ、には元 V6 の三宅健さん44や元ジャニーズ JR のインパクトオーズが解明してイムップとして合流するなど露骨にジャニーズと対立構造になっています。平野さんと神宮寺さんはインスタグラムで爆発的な人気を見せ、二人のフォロワーは合わせて560万人と金プリのグループアカウントのフォロワー三3 5万人を凌駕しています。 そんな二人がバッチリ映り込んでいる映像を、金プリとして残った二人を前に流すというのは驚きです。また、松岡さんも我々時をだって、山口に対する気持ちも長瀬に対する気持ちも変わってないと脱退メンバーに言及しました。今回なぜそのようなことが起こったのだろうか。ジャニーズは今、今子ジャニー北川前社長の性加害問題で揺れています。 国連人権理事会のビジネスと人権作業部会の専門家が25日にジャニーズ性加害問題当事者の会の4人からヒアリングを行うなど問題はさらに深刻化しそうです。そんな時に脱退メンバーをなかったもののように編集されてはまた損度されていると批判を増幅しかねません。あえて平野さん、神宮寺さんが脱退メンバーを移すことで 彼らと事務所、現金プリ二人が円満であるアピールをしているのではないでしょうか。同スポーツ新聞記者団。ジャニーズ帝国が崩壊しようとしている今、脱退メンバーについても多重がないと見せることは、ファン離れに歯止めをかけようという苦肉の策と受け取られかねない。別々の道を歩み出した金プリ。6人それぞれの活躍を期待している。エンタメ各人。